中国で新型コロナウイルスの感染が爆発する中、ピークアウトしたとされる北京市内の寺院では、初詣に訪れた参拝客で入場規制が敷かれるほどの混雑が見られました。寺の外にまで入場を待つ人があふれています。そしてこちら見てください、行列なんですけれども、この先数百メートル続いているんです。北京市内で最も有名なチベット仏教の寺院には、1日午前分の参拝におよそ3万人の事前予約がありました。周辺では交通規制が敷かれ、入場がかなわず敷地の外で祈る人の姿も見られました。一切更顺利、毕竟疫情刚结束嘛，就希望一切顺顺利利吧。好，谢谢啊。好运的一年，然后有桃花的一年。一方、医療体制が脆弱な農村部では、これから春節にかけて感染のピークを迎えると伝えられていて、当局は対策に追われています。